ショータイム伊藤への友人やです。 T 隊長です。隊長でございます、はい、今回やるのはソシオニクス、うん、このソシオニクスについては、はい、我々のこのチャンネルは、うん、めまいさんめまいさんという、うん、Google とかでソシオニクスって打つと、うん、ウィキペディアの次に出てくる、はい、めまいさんというブログの紹介をさせていただく形、うんはい、お声掛けさせていただき、うん、リンクを貼ればいいんですか。リンクを貼れば、うん、紹介していただいてもいいですよっていうのをいただいたので、うん、このめまいさんをもとに紹介させていただきます、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、めまいさんのところでソシオニクスが何かというのを紹介させていただきます、うんうん、ソシオニクスとは、ソシオニクスはロシアやその近辺で広まった性格類型ですと、うん、1970年代から1980年代リトアニアの心理学者、社会学者である、ちょっと名前が読めませんが、はい、その社会学者が発明しましたと、うんうんうん、で具体的にはその精神の構造と人間関係の構造を独自のモデルを用いて説明していた理論になりますと、うんうん、ユングのタイプ論、うん、まあそうですよね、この16タイプっていうのがもともとユングのところから出ているので、うんうんうん、ユングのタイプ論とポーランドの精神科医、うん、多分これね、アントーニ・ナントカスキーさんの情報代謝という理論の2つを混ぜたものになっていると、うん、ユングとそれが入ってる、そうですね、うん、で一方 MBTI はアメリカ生まれの性格類型なので、本来は本当は全然違うものだと、うん、それでも同じユングのタイプ論に由来すること、うん、16タイプに分かれることなどから、うんうん、ソシオニクスと MBTI が混同されていると、うんうんうん、そりゃそうですよね、うんうん、仏教でも日蓮宗と浄土真宗とか全く違いますからね、うんうんはい、っていう話ですね、うん、要は仏教ってくくったとしても、うん、それぐらいチベット仏教とか全く違いますよね。要は大乗仏教小乗仏教もまた違いますからね、うんうんはい、っていうこのぐらいの違いがあるよと、うん、でソシオニクスと MBTI で違う点を説明させていただきますと、うんはい、MBTI ではこの直感感覚思考感情の8つを主機能補助機能、うん、第三機能劣等機能の4つからなる、タイプダイナミックスに当てはめますと、うんうん、例えばこの、ENTP っていうタイプであれば、うん、NE、外交の直感が主機能、うん、TI が補助機能、 TI っていうのは、うん内向のシンキング、うん、で、第三機能としては FE、うん、外向の F なのでフィーリング、うん、で、劣等機能が SI、うん、内向の S なので感覚ですね、うん、でこのような順番で発達していくとされている、うん、でしかし先ほど言った通り心理機能は全部で8つあるよと、うん、そうですよね、うん、4つあってそれの内と外があれば8つですよね、うんうんうんだがこの MBTI では4つの心理機能しか使ってないよと、うんうん、残りの4つはどうなっているのかわからない、うんうんうん、出てこないですもんね、出てこないですもんね、うんうん、それを思ったことがありますないのかとないのか、はい、それのさらに下にあるのかで劣等機能っていうから劣等機能が一番下にあってその中間なのかわかんないですよねいろいろ、はい、そう思ってましたでそれはどうやら無意識に沈んでいるらしいのですが、うんうん、あ気になりますよねそう僕は気になりませんでしたけどへえそうなんだって、うんうん、4つなんだへえってっていうタイプなのでタイプ、はいはいはい、っていうタイプなので、うんうん、あの答えがそれなんだって言われると、うんうん、そうなんですねって受け取れる感じ、うんうん、そう僕こうなぜって出てきましたもんねこうなるとこうなってってこうなんかパズル組み合わせてみなるほど出ました僕はなんかそういう人がいると、うん、変わった人って言います変わった人ですね、うんうん、って言うと、うん変わった人何が変わってるっていう考える人もいるんですもんねはいはいはいもう難しい、うん、変わってるとは何かみたいな変わってるのが何かなんて考えたことはないです、はい、まただからその変わってるも自分と違うって意味ですよねそうですね簡単に言えばだから、うん、体調が言う変わってるねっていうのと、うんうん、重みが違うんですよ多分そう僕が言う変わってるっていうと多分全体で見てほんとごく少数みたいな感じ、はい僕の中で変わってるは、うん、僕とは違うねってそう僕が大多数だと思ってるんだけどさ、うん、
ぐらいなんですよね、うん、でソシオニクスは MBTI と同じように8つの心理機能を用いて心を説明しますよと、うん、ただ心理機能ではなく情報要素インフォメーションエレメンツ、かっこいいですね、うん、ちょっと中二病心をくすぐりますね、うん、と呼ぶ点は異なるよと。でこのめまいさんはこの中で要素という時はこの情報要素を指していますと、うん、なるほど。でソシオニクスは MBTI のタイプダイナミクスとは違い8つの要素すべてを説明できるモデルを提案している、うんうんうん、すなわちソシオニクスはすべての要素に役割があると考えています、うんうん、なんでめまいさんはモデル A としていて最近のソシオニクスではモデル G とかモデル J とかいろいろあるらしいんですけど、うんうんうん、このめまいさんはモデル A としていますと。よくわかんないです、まあ、これから我々のスタンスは、はい、あの教えてあげようじゃなくて学びましょう、ね、みんなでねって力を合わせてそう学んでいきましょうっていうスタンスでやっておりますと、はい、でソシオニクスではじゃあ何がわかるか、うん、というとタイプ間の関係がわかりますと、うん、次にソシオニクスではタイプ間の関係、うん、インタータイプリレーションズと呼ばれるものがあり、うんうん、MBTI のタイプの相性として広まっているのは、うん、このソシオニクスの理論だよと、うんうんうん、あ、Mac と Windows の関係ですね、はい、こっちが何かを作ると向こうが使って、うんうん、向こうが何かを新しいのをつけるとまたこっちも使うみたいな、うん、結局はインテルですみたいな、うん、話なんですかね、はいはい、あ、違ったらすいません適当にすいませんね、はい、なおこのブログでは相性ではなくそのままタイプ間の関係と呼んでいますと、うんうん、相性とした方が受けはいいんですけど正確ではないと思いますと、うんうん、いうところでソシオタイプは16タイプあるがタイプ間の関係は対象の関係が12通り、うん、非対象の関係が2通り合計14通りですと、うん、なんか難しいですね、うん、ちょっとここからね急に難しくなってきます、うんうんうん、ソシオニクスは独自のタイプ表記をしますと、MBTI のタイプは ENTP とかアルファベット4文字で、うんうん、なんで私で言うと、うん、自覚では ESFJ です、うんうん、別にあの、MBTI の診断をしますっていう方に見てもらったわけではないです、うん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 、体調何でしたっけ。僕は ISFP か INFP か、あ、FP はそうだろうと、うん、FP はそうだろう。で、まあ多分内向もそうじゃないかな、まあ説明を見ると外向な部分もあっていうと、うん、あの僕のことを内向って、うん、呼ばれる方もいますし、うんうん、僕も内向を見ると当てはまるところは結構あります、うんうんうん、はい。で、例えば INTJ というタイプは NI が主機能、 TE が補助機能、うん、FI が第三機能、うん、SE がレッド機能で補助機能に T を持っているので、うん、最後の文字は J になります、うんうん、これ大将知ってます。知ってます。これ何が J なんですか。あの P と J の話じゃないですか。あー、なるほど、うん、そういうことですね。その辺のなんかこう組み合わせていろいろ考えてました。なるほど、こうなるとこうなるのかなみたいなあ、なるほど、そうですね、うんうん、で、しかしソシオニクスには出ました、なんか、うん、JP スイッチという問題があり、うん、MBTI と J と P の決め方のルールが異なりますと、うんうんうん、ソシオニクスでは1番目の機能が F か T なら4文字目は J 括弧小文字、 NS なら4文字目は P というルールとなりますと、では1番目の機能、主機能が F か T なら J になると、 J になると、うんうんうん、F か T なら J だから3番目のやつ、なるほど、うん、で N か S が主機能なら、うんうんうん、P になるよ、うんうん、でソシオニクスのモデル A で考えると、先ほどの INTJ に当たるタイプは1番目の機能に NI を持っている、うんうん、しかし4文字目に限って言えば、先ほど申し上げたルールにより P になるはず、うんうんうん、なので、MBTI の INTJ の方は、うん、ソシオニクスだと INTP になるよと、うん、だからそれでいくと僕は主機能が内向感情なんで、はい、J になるんですよ、はい、なるほど、うん、これはどう考えるんですかね。どうか、まあ、
そういうものだ、うん、あ僕はそういうものだねって納得できちゃうんですけど、うん、そこの、まあ、そこを考えてましたけどね、はい、あまあソシオニクスはやってないんでは分かんないですけど、はい、何がどうなるとどうなるのかその意味は考えてないですけど、はい、まあ、パズル的にこう面倒くさくなりませんそういうの。それが分かると、はい、パッと聞くとこのタイプだっていうのが分かるじゃないですか。公式も公式をただ覚えて当てはめるのと、はい、この公式がどうやって成り立ってるかっていうのを知ると、だから公式忘れてもできるじゃないですか、計算できるみたいな。僕こういうのはねもう、はい、あめんどくさいめんどくさいって、はい、シュッてスキップしちゃうんですね、うん、反省します。はい、はい、だその覚えられなくないですか。丸暗記です。あそっちが僕丸暗記するってなると、はい、うわって思うんですよ。あなるほど、うん、僕は丸暗記なのでこうやってやりながらやりながら何回かやると覚えるって感じですね、うんうんうん、でややこしいがまたソシオニクスには正式表記があり MBTI とはまた違ったアルファベットを用いますと、うん、なるほど。要は MBTI だと ESFJ、うん、ESFJ とかっていうが、はいはい、ソシオニクスだと、うん、E が倫理的ですね。あ倫理的。 E が倫理的、うん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 、L が論理的、うん、倫理か論理か。そうですね、うん、MBTI でいうフィーリング、うん、感情がソシオニクスに行くと倫理的、うんうんうん、MBTI でいう T、うん、シンキングがソシオニクスに行くとロジカル、うん、論理的で MBTI の N 直感ですね、うん、直感がソシオニクスに行くと、まあ、これも直感、うん、でも MBTI では N と言っていたものを、うん、ソシオニクスでは I、 あ、はいはいはい、あの頭文字の I になるよと。で、知覚、うん、MBTI では S のこと、うん、感覚ですね、うん、センサーで知覚で S だったんですけど、うんうん、ソシオニクスではあ同じようにセンソリーで知覚 S、うんうん、ここが一緒なんですね、うんうんうん、あと E と I は、まあ、一緒です、うん、なのでこの並び方が EL とかが先に来て、はいはい、で直感か知覚が先に次に来て、うん、最後に外交か内交かみたいな、うん、ところになりますと、うん、ああそういう読み方なんですね、うん、なるほど。なのでソシオニクスは一番初めに、うん、F か T のやつが来る。はいはいはい、うん、あそうですね F か T っていうか MBTI でいうと F か T のものが来るので E か L か、うん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 、で2番目に来るのがN か S か、うんうんうん、MBTI で言うと2番目に来るのが、うんうん、これでも2番目に来る、うんうん、I か S か、うんうん、なるほどね。で最後に来るのが外交か内交か、うんうんうん、で J と P っていうのが、うん、ここではないんですね、うん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 、でその J と P を決めるのが1番目の機能が F か T なら4文字目は J、うん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 、N か S なら4文字目は P となりますというのがソシオニクス、うん、なるほど。